来ました。おお、すごーい。俺、鋳造のしやすさではアルミかな何の話左曲がろっかな。どこだ、あ、ここだ、ここ右だ。よし、はい。お願いいたします。おーい、ここだよこのセブンだよ。おーい、来ました来ました。おおすごーい。一旦ちょっと止まってもらって、電話なり何なりもらったら、今どこにいますっていうので。でも絶対分かる、この進行方向が左側だから。結構暑いよね。やきもきしたの天気で、やきもきした金曜日を返してくれ。到着しました。わーい、やっと来た。待ってました。アリオサポートステーション。はい、わー、ということで第2のポイントがセブンイレブンです。ベンガベンガーっつって後ろからきつい止まるかOK でも3キロぐらいじゃん、残り。残り 3.8キロ。これが続いたらどうするの？頑張る。想以上にハードでしたね。お疲れ様です。はい。どうぞどうぞ。こちらとりあえずじゃあちょっと一言もらいます。はい。お疲れ様でした。どうでした？いやー、気持ちいい。あ、気持ちいい。はい。いけます。いやー、運動不足にいいムチでした。はい。精進します。はい。本当にお疲れ様でした。すごい景色だよね、やっぱり。ということで、カフェスタグラマー秋人のソフトクリーム。後ろから来るよ。よし、後方よし。はい、お疲れ様です。無事に風の家に戻ってきました。無事に雨が降ってきた。本当。すごいね、雨降ってきた。はい、本当にお疲れ様でした。ちょっと今日の走行した感想を一言ずつどうぞ。もきつい往復50キロ。はい。大満足。はい。もう帰りがね、すごい特急電車みたいにめちゃめちゃ早かったんで、私もすごいびっくりしました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。古民家風の家まどもこんでした。